デイビッド・ギャレット。地毛は黒髪だが学生時代からブロンドに染めている。デイビッド・ギャレット、またはデイビッド・ギャレットは、ドイツ出身のアメリカ合衆国のバイオリニスト、モデル。父親はドイツ人、母親はアメリカ人で、本名はダーフィーとボンガルツと言い,い、ギャレットは母親の旧姓。本人は発音しやすい、英語名仕用を両親が決めたと述べている。 ドイツのアーヘンで生まれる。父親は法律家権限楽器専門の骨頭証券バイオリン教師。母親はアメリカ・アシントン DC 出身の元バレリーナ・ダブー・マリー・ギャレット。兄と妹がいる。先にバイオリンを習っていた兄のために父親が買ってきたバイオリンに興味を覚え、4歳の時にバイオリンを習い始めた。父親は熱心で厳しく、毎週末オランダへ。 レッスンに通わせた。翌年にコンクールに出場して優勝している。7歳になるまでに毎週一度公開で演奏するようになった。7歳になるとリューベック音楽院で学び、学業は自宅で家庭教師から受けた。12歳になるとポーランド出身の大バイオリニストイダ・ヘンデルに支持するようになり、しばしばロンドンやその他のヨーロッパの都市に出かけて、 ヘンデルの下に通った。13歳で、ドイツグラモフォンと契約し、2枚の CD を録音し、ドイツやオランダのテレビに出演した。また、バイツゼッカー博士の招待により、ドイツ大統領官邸、ハンマーシミット層で演奏会を開いた。黄金時代の名器の一つに数えられる、ストラディバリウスサンドレンツを提供されて、使うようになる。 14歳の時にドイツグラモ本社と専属契約を結んだ。17歳の時にインド独立50周年を記念する演奏会に出演し、デリーとムンバイでズービンメータの指揮するミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団と共演している。毎日6内市7時間は父親が付き添う厳しい指導を受け親と離れたのはイスラエルの音楽キャンプ参加時だけであったというが、17歳の 時に両親に内緒でジュリアード音楽学校の試験を受け合格し、ニューヨークへ移る。それまではほぼ個人レッスンか自宅での学習だったため、初めての学校生活となった。父と決別し、モデルのアルバイトで生活費を稼ぐ。2年後には、ラファエル・フリューベック・デブルゴスの指揮のもとに、ベルリン放送公共楽団と共演し、評論家から賞賛を受けた。この結果、 ハノーハーバンパク2000に招待されて出演している。その後はロンドン王立音楽大学に学び、21歳で BBC プロムスにも出演。2004年にはジュリアード音楽学校を卒業した。現在はクラシカルクロスオーバー路線による活動が中心となっており、グランドピアノの伴奏によるバイオリン・ソナタの演奏会を行う傍ら、キーボードやギター、 ドラムからなる自前のバンドを弾いて、編曲ものや自作のアンコールピースを演奏、録音している。また、メタリカのアルバムでもバイオリンを演奏した。ジュリアードに在学中のニューヨーク時代に、イツアーク・パールマンに入門した最初の学生になるとともに、学費を稼ぐために、モデルとして収入を得た。ファッション誌の記者からは、クラシック界のベッカムになぞらえられた。 2007年8月には、モンブラン社によって、新作万年筆の販売促進のための特使に選ばれ、ローマやニューヨーク、香港、ベルリン、ロンドンを訪れた。2013年、映画、パガニーニアイと狂気のバイオリニストの主演、制作葬式、音楽を担当する。2014年7月11日映画、パガニーニアイと狂気のバイオリニストが日本公開。 6月11日にはジャパンプレミアが行われ本人も来日。同日には映画にインスパイアされたアルバム愛と狂気のバイオリニストが発売された。ありがとうございます。